はい、皆さんこんにちは、タワラ飯チャンネルの俵です。今日は普段の、まかない風景というか、ちょっとね、好きなもの、一口でも食べたいなと思ったものをちょっと全部作っていくと、それを思ったらどうなるかというか、そういう風な動画を、まかない動画を撮っていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。ね、最初食べたいものはちょっとやっぱ鶏の唐揚げ、スタッフさんも好きなので唐揚げなんですけど、今日量が多いのは予想されるので、ちょっと衣をね、普段うちはクリスピーというかカリカリ系なんですけど、今日はしっとりな、衣で、揚げ鶏、唐揚げというか揚げ鶏ですかね、まず揚げていきたいです。はい、じゃあこれをね、揚げてる間に他のおかずを作っていきます。で、ね、はい、これから作るのはムースーロー、卵とキクラゲ炒めというやつですね。それの豚肉のやつですね。これまた、例の高首でちょっと練った豚肉の油通し、で、家とかでね、この卵とキクラゲ炒め作るときは油の量と油の温度、結構それが重要なんで、これは中華鍋ですけどね、フライパンとかでやるときもしっかり入れて馴染ませて、かなりの高温で始めると、じゃないと低温から始めちゃうとね、めちゃめちゃになったりするんで、はい、ここで卵入れますね。そしたらね、これはこう少し混ぜたら、ここでさっきの具材入ります。で、塩、本当に塩ちょっとかけたらごま油で、風味付けに醤油を鍋肌から、はい、はい、これ以上やりません、これ完成です。はい、次は、
人気メニューなんですけどね、ネギレバ、ネギレバ炒め。でまず庄内レバーですね。これも片栗でちょっと練ってます。これを油通し。はい、ネギを入れます。で、これでかなりいい新鮮なレバーなんでね、そこまでガチガチに火をここで入れない。これ7割ぐらいしか入れてないです。はい、揚げます。はい、次ね、これタレをちょっと入れていきますね。まず生姜、そこからね、これチャーダレですね。チャーダレを焼いていく。ここでコシッと押して、ちょっとだけとろみで、とろみがついたら入れたらすぐこのレバーを投入。ここからは炒めるというよりはね、合わせていく。ちょっとね、こうね、じゃネギ油で、でね、あとは、さっきずっと揚げてたこの揚げ鶏ね、がいい感じになってきてるんで、これを入れて、でね、ここで塩をしちゃいます。あと胡椒もいっちゃいます。結構スパイシーに、結構これで十分なんですけど、ちょっとね、今日もう一個食べたいと思って気づいたらもう用意しちゃってました。だからもう持っちゃいます。でこれね、ネギチャーシューね、よくラーメンとかでも載ってますよね。
それを、作っていきます。ネギとチャーシューと、今日ほうれん草入れてます。豆板醤、今日ちょっとピリッとしたいんで少し多めに。で、うちはここに生姜とニンニク入れます。でね、ここにごま油、そしてちょっとだけ塩、もうこれ十分です。これでこれを和えていく。で、十分染み込んだら、これを今日はここの上に乗せちゃいます。よし、食べたいものを全部、作ってたら、ちょっとこれまかないというより結果これ5種だのオードブルになっちゃいました。まあ、こういうことも俵飯では多々あるんですけど、これはちょっと一緒に、ね、入ってるスタッフさんのパートさんの優しさでなるべく食べてもらいながら、僕があとは全部食べます。高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。